レディオザビストリップ、今週はドラムの東野がお送りします。朝か昼間起きたら撮ろうと思ってたんですけど、気づいたらこれ19時ですね。最近なんかね、寝つきが悪いっていうか夢ばっか見るんですよ。前よりもより悪夢っていうよりかはなんか現実に近い夢で、本当に寝てる気がしないんですよね。だからちょっと日中も若干眠かったり、ちょっと寝ちゃったりとかで、はい、夜になっちゃいましたけど、だから逆に声は元気です。はい、今週もたくさんのお便りありがとうございます。ありがとうやということで、たくさん読んでいきたいと思います。いつね、ラジオネーム、でも映画館はちょっと辛くなった戦火。東野さん、こんにちは。こんにちは。僕は金曜ロードショーが子供の頃と比べて短く感じるようになった時、大人になったなと思いました。昔は2時間は長く感じて映画を1本見るのも大変だったんですが、今は番組表を見て、今日これやるんだ、見てみるかくらいの感じなので、同じ時間でも随分変わったなと思いました。東野さんは大人になったなと思う瞬間はありますか？これあれですね、実際大人になるとですね、時間の間隔がどんどんこう短くなっていくっていうのは科学的というか、そういうのが証明されてるらしいですよ。経験したことが多くなってくると、一回経験したことに対する関心というか、そういうのがどんどん薄れてくるじゃないですか。だから時間の感覚っていうのは常にどんどん早くなっていく。年を取れば取るほどね。初めて行く場所が、行く時より帰り道の方がなんとなく早く感じるみたいな。それはその、要は、その道を知ってるから早く感じるらしいです。すいません、関係ない話しました。大人になったか、涙もろくはなったかな。映画、それこそ映画だ、テレビだ、ドラマだ、アニメだとか、感動して泣くっていうのは子供の頃なかったんですけど、もう最近はもうガンガン泣きますね。なんかユーモア言ってた気がするな。今期やってるアニメのボッチザロックっていうのがあるんですけど、この間の第5話かなってライブするシーンがあるんですけど、そこでも気づいたら泣いてましたね。ボッチザロックおすすめです。では次です。ラジオネーム、さくら。お疲れヤンマー。お疲れヤンマー。質問です。もうすぐデビルズラインですが、またリズム隊のセッションは聞けるのでしょうか？毎年曲長めにしていくみたいな相談を去年 MC でされてた気がして、東野さんの類さん愛に期待します。よろしくお願いします。早いもんであれから1年だったわけですけどね、ごめんなさい。本当に東野さんの類さん愛はあるんですけれども、ちょっと今年はね、結構類さんがこういう感じでやろうっていうのが強くあったんで、そちらを尊重してですね、もしかしたら本人が忘れてる可能性もゼロではないですけど、またね、それこそ来年とかにね、今度バンドバージョンでね、できたらいいなぁなんて。もちろんリズム隊のセッションっていうのは別にこうデビューズラインに限らずですね、まあ、僕のバスでもやれる可能性あるし、通常のライブでもね、どっかしらで差し込めるんじゃないかなと思ってるんで、そちらを楽しみに待っててください。そしてデビルズラインもね、方もしっかりと楽しみな演出ございますので、お楽しみに。すいません、ちょっと滑舌がやばかったんで、まあ、いつも通りですけど、もうちょっとちゃんとします。ラジザネーム、黄色いネズミ。トヤさん、こんばんは。わらびもちです。こんばんは。わらびもち。初めてトヤさんのバースデーライブに行けることになりました。ファンになって間もないので、トヤさんの好きなものをあまり知りません。せっかくバースデーライブに行くのでプレゼントを持っていきたいのですが、好きなものやこんなの欲しいなってものがあったりしたら教えていただきたいです。あ、来てくれるんですね。ありがとうや。ということで、欲しいものね、まあ、難しいな。サプリメントとか好きですね。何でも。ただなんか、一回買って飲み切っちゃうと、なんか次買うのめんどくせえな、みたいな感じで、しばらく飲まなくなっちゃったりとかするから、まあ、サプリ系ですかね。あとは、ポケモンはもうゲームの方は引退しちゃったんですけど、グッズは未だに好きですね。可愛いんで。こんな感じです。お手紙が欲しいですね、一番。たくさんの愛情を持ってきてください。続いて、匿名希望。東野くん、生きててくれてありがとうや。ビストリップの東野くんでいてくれてありがとうや。いつもライブの時、やみやみなお手紙ばかりですみません。大好き。また会えるの楽しみにしてます。やみやみなね、お手紙でも、東野くんにその闇を伝えることでね、少しでも気持ちが楽になるなら、僕はもう全力で読み上げてですね、心の中で読み上げて、そしてずっと君の味方です。大好き。頑張ろう。続いてラジザネーム、ナッツ。東野くん、お疲れやんま。お疲れやんま。ラジザラフザ FC の更新&朝のおはヤンマーと日々の供給が贅沢で怖い。幸せをありがとうやです。質問なのですが、トーコちゃんはトモくん推しだった印象ですが、恋人という設定だったんでしょうか？ラブラブカップルな二人大好きでした。トモくん、今もやってくれるのかな？トーヤくんのターンになったら聞いてみたいとずっと思っていたので、答えがいただけたら幸いです。長文失礼いたしました。実はですね、去年のセンターライン、トモトーヤバースデーライブの時になんとですね、
トウコちゃんとトモくんはですね、再会してるんですね。はい。まあ、その時の内容を聞いていただけるとわかるんですけど、一回別れてまして、この再会をきっかけに、寄り戻したという感じですね。確かね、その時の様子をですね、YouTube のチャンネルのなんかの動画の間にね、ちょろっと挟んだ気がするんだよな。ただ、どの回かすっかり忘れちゃったんですけど、一回全部見返してもらって、去年のやつですね。去年だよな。はい。ちょっと見て、探してみてください。ともくんちゃんとやってくれてます。続いて、from あやひな。先日、小学校で風船飛ばしが行われました。子供たちが書いた手紙を風船につけて飛ばしたのですが、昨年はなんと東京、神奈川、千葉からもお返事が届きましたよ。今年はどこから届くのか楽しみです。メンバー、ファンの皆さん、拾ったらお返事お願いします。笑い。フォトトリップですね。写真がこちら。トン、ドン。トンとすごいですね。風船を飛ばして、どこだ？長野から飛ばしてるんですね。あ、これもう皆さん拾ったらね、ちょっとお返事出してあげましょう。素敵ですね。こういうの拾ったことないですね。届いたら、じゃあ、ちゃんとお返事出します。何が書いてあるんですか？これ、逆に。続いて、名前なし。トウヤさん、お疲れヤンマーです。お疲れヤンマー。トウヤさんはモルカが好きと伺ったのですが、私も最近周りの影響でハマってしまいました。もしかしたら以前にお答えしているかと思いますが、モルカで一番好きなキャラクターは誰ですか？またお気に入りのエピソードがあれば教えてください。これね、結構かなり前ですね。確か言った気がするんですけど、今調べてきました、話数を。一期のですね、今二期がやってるんですけど、一期の第10話ですね。アビーが板車にされちゃってですね、こう魔法天使アビーになる回があるんですけど、ちょっと本当に泣くぐらいです。マジで。僕は泣きましたけど、本当に感動できる話なんで、ちょっと見てください。アマゾン、Hulu で見れたかな。これ見てほしいです。一期の10話ですね。ヒーローになりたいってやつです。なので、魔法天使アビー推しです、僕は。みんな好きですけどね。あ、モルカーのグッズも嬉しいですね。可愛いんで。では次です。ラジザネーム、トヤピの嫁。トヤピ、妹が万年反抗期で辛いです。トヤピの妹さんは反抗期ありました？トヤピの、トヤピ系はですね、まあ、三兄弟なんですけど、上に兄と、まあ、下が妹といるんですけど、まあ、ちょっとね、仲は、まあ、若干複雑なんで、反抗期はあったんですかね。うちの母がよく知ってると思うんですけど、兄弟で、ああ、こいつ反抗期やな、みたいな、そういうやりとりは多分なかったと思いますけど、おそらく反抗期であろう時期はあったと思いますよ。まあ、いずれね、大人になっていくにつれてね、そういうの落ち着くと思うんで。ちなみに僕は反抗期はなんとなかったんでね、一日で終わりましたね、反抗期。はい。まあ、万年とは言いつつね、いずれね、ほんと、まあ、は我慢してね、お姉ちゃんが我慢して、ね、妹の反抗期が落ち着いた頃にね、お姉ちゃんの頃はごめんね。そしてまた二人仲良くね、過ごしてください。大切な家族ですからね。はい。続いてラジオネーム、おしるこ。トウヤさん、ごきげんよう、ロリン、こんばんは、わらびもちです。ごきげんよう、ロリン、こんばんは、わらびもち。10月のシュレーディンガーの猫公演、お疲れヤンマー様でした。お疲れヤンマー、二日とも、とても楽しくて幸せでした。マクロデーの色彩のドラム、とってもとってもかっこよかったです。ハロウィンの日のトーニャちゃん、とってもとっても可愛かったです。質問です。トウヤさんは今まで染めた髪色で金髪以外でお気に入りの色はありますか？また今後もし染めるなら挑戦してみたい色などありますか？教えていただけたら幸いです。今年最後のライブ、キラキラシャイニング、キラキラまぶしい笑顔で楽しんでください。ラブってことで。髪色ね。前に、ちょっと前にユウの誕生日の時に、ポイントで紫入れたんですけど、かなりもうはっきりした。ザ、紫って感じの。あれ結構好きでしたね。結構ポイントで派手な色を入れることが多かったんですけど、多分ね、青とか緑とか、そういうのはエクステでちょっとつけたことあった気がするけど、染めたことないんで、まあ、挑戦するなら、まあそう緑とかですね。まあポイントでね。今、ちょうど金髪なんですけど、何かしらの機会にね、また色入れたいと思います。あ、そう、ハロウィンでね、アーニャのコスプレをして、トーニャと名乗っていたんですけれども、ね、ピンクのウィッグがすごい綺麗な色でしたね。あれぐらい鮮やかに入るならピンクもありかなって感じです。うん、うん、お疲れやんまるます。違うんです。では次です。ラジオネーム、たまお。とうやくん、こんばんは、わらびもち。毎日お疲れやんまです。こんばんは、わらびもち。お疲れやんま。
今日はお悩みお便り失礼します。昔から何食べたいという質問が大の苦手です。私は苦手な食べ物が全くなく、食へのこだわりもありません。いつも何でもいいよと回答するのですが、毎回相手任せなのは失礼なのではないかと考えてしまいます。これはどう答えるのがいいでしょうか。教えて東野先生。何食べたいね。確かに、苦手な食べ物が全くないのであれば、じゃあ今から1週間の、何食べたいって聞かれた場合のね、順番に、メニューを今パッと思いついたものを言ってくんで、その中からね、ランダムで、なんかルーレットのアプリがあって、ルーレットバーって項目をね決められるのよ。一個一個ね、例えば、赤、白、黄色みたいな。でそれがこうランダムで選ばれるアプリがあるんで、無料でね。そこにこう、今から言うやつ全部はめてって、何食べたいって聞かれた瞬間、そのルーレットをスタートさせて、それ出たやつを答えましょう。いきますね。焼肉、ラーメン、パスタ、オムライス、ハンバーグ、寿司、冬なんで鍋、あとはなんかあるかな、なんかあるっけ、たまには牛丼、ハンバーガーもいいね、ケンタッキー。これぐらいあれば。ちょっと不健康なものが多かったんで、健康には気をつけてルーレット回してください。続いてラジオネーム、オムライス、東野さん、こんばんは、ラビモチ、こんばんは、ラビモチ。以前に先輩が初ビストリップしてくれますとお便りを出したものです。せっかくなので、その時と同じように、レディオザ・キッド・アイ・ラクの楽で、勝手に五七五バージョンで、先輩の感想をご報告申し上げます。楽しいと思うし、さらに楽しそう。ライブが楽しかったのに加えて、メンバー全員が客席を見た時にとても楽しそうにしているのが印象的だったとのことです。でも客席を見た時よりももっと印象的なニコニコシーンはメンバー間のアイコンタクトの時で、仲のいいバンドだねと仰せでした。確かに。あと東野さんのお耳がピアスに引っ張られて、この先どこまで福耳になるかが気になるそうです。笑い。これからも東野さんの福耳具合を出しにちょこちょこ先輩を誘ってみるます。頑張ります。アレンジ解説会のラジザのおかげで渋谷のミクロデーが1億倍楽しめました。名古屋直後でお疲れなのにありがとうございました。はい、先輩ともども、楽しんでいただけて何よりです。これからも福耳を見にね、福耳と言えるのかも、もはやもともとちゃんとした福耳だったんですけど、今ピアスでね、片方はちぎれ、片方はもう伸びきってちぎれそうってことでね、ちぎれないようにね見守っててください。前はね、このでっかい右のピアスはね外してたんですけど、もういいやって最近思ってつけっぱで叩いてます。ちぎれちゃったら残念でしたってことで、ちぎれないように気をつけます。頑張ります。トーニャ頑張りますでは次、ラジオネームアイカ。トーヤくん、こんばんは、ラビモチ、こんばんは、ラビモチ。メール遅くなりました。間に合ってますか？間に合ってますよ。トーヤくんがライブ前やレコーディング前に個人連でスタジオに入って練習するとき、苦手なところを何回も繰り返して叩くのか、一曲を通して回も練習するのか、どんな練習方法をとってますか？今年最後のライブのルイワも楽しみにしてます。基本的にはセットリストを通して叩くんだけど、その中で、あ、やっぱりここちょっときちいなみたいなとか、あ、ここ苦手だなっていう箇所を、その後復習して、できる限り曲でやるけど、どうしてもつまずいちゃうようなところがあれば、そこは繰り返してやりみたいなね。基本的には自分たちの曲なんでね、できる前提なんですけど、やっぱどうしても忘れちゃったり、こんがらがったりするんですよ。曲が結構近い進行の曲だったりとか、あとね、シンコペーションの位置とかがね、なかなか複雑な曲が多いんでね、そういう時は結構もうだいぶ繰り返して練習してます。明日からの3日間も、練習していきます。頑張ります。トーニャ頑張ります。はい、次、ラジザネーム、なちゃんさん。滑り込みラジザします。間に合え。以前、ヤンさんが多分作曲か何かをするのに、ポケモンのモルペコちゃんを抱っこして作業していたのを思い出し、私も真似してモルカーのシロモちゃん、過去ビッグサイズを導入しました。ちょっと、導入しましたの言い方がちょっと変だった。シロモちゃん、過去ビッグサイズを導入しました。いざ抱っこして仕事すると前かがみに慣れてすごく楽なのですが、あったかくなって眠くなってしまい仕事にならなくなってしまったので、泣く泣く隣に置くか寝るときそばに置いて過ごしてます。笑い。ヤンさんは今でもモルペコちゃんに癒されてますか？最近仕事が少し忙しくなってしまい癒しが足りません。癒しプリーズ、癒しプリーズ。大阪のライブも楽しみにしてます。ラブラブ。あのね、モルペコね、そう、PC クッション、動画のね、編集してる時とかはいいんだけどね、作曲の時はやっぱちょっとキーボード、鍵盤をこう弾かないといけないんで、若干、これがちょっと邪魔になってしまってですね、今は飾ってあります。
シロモちゃんのね、ビッグサイズ、うちにはあるけど、あれはビッグなのかな？アビーとシロモがあるんですけど、どれぐらいビッグなんだろう。まあ、仕事にね、ならないんだったらね、もう泣く泣く隣に置くしかないでしょう。なんか、じゃあ、あれじゃない？小さいサイズをちょこんと置いとくっていうね、あんまり意味ないかもしれないけど、癒しにはなるんじゃないかな。あとこう、まあ、デスクのね、横に可愛いやつ置いとくとかね。うちには今ね、ピカチュウのスマホスタンドが横に置いてあるんで、スマホは全然置いてないんですけど、可愛いです。癒しです。では次です。ラジオネーム春。お疲れヤンマー、お疲れヤンマー。先日トウヤくんが初めて夢に出てきました。高級レストランっぽいところで自分と友達とトウヤくんの3人で夜ご飯を食べていて、会計時にトウヤくんがそそくさと帰るというなんだか後味の悪い夢でしたが、ふと思い出したので送ってみました。笑い。今日もお仕事頑張りますので、トウヤくんもファイトです。ファイトやー。そこは夢でも出させてくださいよ。結構ね、それ後味悪いですね。今聞いててとても後味が悪いです。出しますよ、出しますよ。はい、最後ですね。ちょっと3連続質問届いてるんで、同じ人だよね多分。ラジオネームことみ。トウヤさんこんばんは、ラビモチです。こんばんは、ラビモチ。今回の猫ツアーでトウヤさんの才能に感動しました。あら、ありがとうや。初日はどの曲も始まって何の曲かなって考えるのが楽しかったし、今回のツアーで終わるのもったいないと心から思いました。名古屋で一度きりだった青春パンク的な音のかけらがもう一度聞きたいし、ラボやレムスリープは何度でもあのバージョンで聞きたいです。何度も同じ質問されてるかと思いますが、一番アレンジが大変だった曲など聞かせてもらえたら嬉しいです。ありがとうございます。ツアーの前ぐらいかな、その解説ラジオみたいなのがね、解説会があるんですけど、そこでね、結構いろいろ喋ってはいたんですけど、今思うと、まあ大変だった。パベオが結構ね、何回か修正したりとか、ラボもそうかな。トラック数で言うと、まあそれこそレムスリープもそうだけど、ラボ、パベオあたりはね、めちゃくちゃ、その重ねてトラックが多かったんで、で作業量的なところでそこら辺かな。意外と、フロスターとか色彩とか、あの曲調がガラッと変わる系は割とね、作るときはすんなり作れて、まあ、これをバンドでやったときどうなるかなっていう、その合わせるまでの不安みたいなのは若干あったけど、全然バッチリハマったんでよかったなと思います。確かにね、もったいないんでね、またどっかで聴かせられる機会があったらなと思ってますよ。じゃあ次の質問ね。ラジザネームことみんみん。同じ子だよね。トウヤさんこんばんは、ラビモチです。こんばんは、ラビモチ。秋も深まって今年の流行語など発表され始めましたが、トウヤさん的には今年の流行語を決めるとすると何になりそうですか？ぜひ教えてください。PS、ボッチザロック私もハマってます。トウヤさんがおすすめしてくれるアニメの曲、ハズレがなくてすごい！さすがです。めちゃめちゃ褒めてくれますね。アニメの曲で言ったらね、うるせえ奴らのオープニング最高っすね、あれ。多分今季一番いいんじゃねえかな。で、あと、チェーンソーマンのエンディングが毎回変わる演出も、あれ最高っすね。パワーちゃんの回とか、もう映像もすげえいいし。あれも最高っすね。そう、チェンソーマンがジャンププラスでね、初回無料で全話読めるっていうので、ついついね、誘われて読んでしまったんですよ、全話。今ね、2部が連載中なんですけど、いやー、全部見ちゃってね。アニメももちろん見続けますけど、もう考察動画ばっか見てるんで、 YouTube の。今年の流行語はチェンソーマンですね。ポチタチャンネルっていう考察動画いつも見てます。そんで、ことみんみんからの最後の質問で終わりたいと思います。トウヤさん、こんばんは、ラビモチです。私は最近なかなか寝つけなくて困る日が多くて困ってます。不眠のイメージが強いトウヤさんですが、最近は寝つけはいかがですか？眠るコツとか、眠れなかった時にどうするかとか、ぜひお聞きしたいです。よろしくお願いします。トウヤさんもぜひお聞きしたいところではありますけど、本当にね、困るんだよね、眠れないとね。いつもね、もう、動画、音楽っていうよりか動画を見ながらなんとか寝ようと試みて、結構ね、その寝つけた時に聞いてるもの、見てるものがね、やっぱ影響しちゃうんですよ、夢に。そのまま結構夢に出てくるんで。そう、だから最近ね、ブレイキングダウンもちょっとハマってて、それ見ながら寝たらやっぱり出場選手にボコボコにされそうになったりする夢とかね、そういうの見ちゃうから。で、結局の睡眠導入的な動画もあるじゃない。あれもね、あんまり聞いた試しがなくて、
ここ最近というか、まあ、昨日おとといとかの話だと、ロマンシングサガ2っていうね、スーパーファミコンのソフトのおやつさんっていう人がね、それの最速クリア的なね、最低戦闘回数でクリアする動画のね、もともとニコ動にあったやつをまとめてある動画が、前後半各2時間ぐらいあるんですけど、ゆっくり実況のあの声が苦手じゃなかったら、結構あの無機質な声がね、意外とこう眠気というか、睡眠をこう呼び起こしてくれる感じ。睡眠を呼び起こす。違うな。眠気を誘ってくれる。子守歌じゃないですけど、それ見てると、で退屈っていうよりかは、なんか自然とね、なんかそれ、いつもね、ゆっくり実況、ゲーム実況のばっか見て寝たりするから、多分その頭の中がね、その声聞くと眠たくなるようになってるかもしれないですね。そんなことないな。あ、ただ、もう、それおすすめです。おやつさんの、ロマンシングサガ2の、昨日、おとといぐらいに上がってたかな。2時間ぐらいある。30戦闘でクリアするみたいなやつ。もうゲームに興味がなければなおさら眠くなるんじゃないかな。試してみてください。枕もね、高いの買ったんだけど、どうにか夢を見ないで眠る方法を誰か教えてください。待ってます。はい、というわけでたくさんのお便りありがとうや、間もなくね、デビルズライン4ルイさんのバースデーライブがございます。イエーイ。よりね、デビルズラインらしいセットリストになってましてね、演奏する僕たちもとっても楽しみです。盛大にルイさんを一緒にお祝いしましょう。次回のね、 MC はそんな誕生日ライブ明けのルイさんにたくさんね、感想など、述べていただきたいと思いますので、ルイさんにお便りたくさんよろしくお願いします。長々とご清聴ありがとうございました。お疲れ、やんばるバス。海くんがね、声もちゃんと作れって言ってたからね。